思えばメンバー勢揃いで食事するなんて久しぶりね。確かにな、解放作戦の間は楽しく飯食ってる暇もなかったし。ギーヤさんの寮、また腕を上げていますからお楽しみにです。それじゃ早く帰るとしよう。俺たちの支援課に。行くぞ。セット。私の番ですね。はい。僕の番か。それ。行く。大丈夫だ。ただいま。で、皆さん、
地下の調査はご苦労だったな。ダドリーの旦那ええ、お弁当は用意してたけどって、いくらなんでも王女体みんなで食べた方が本当は雫も誘いたかったけど、お父さんと他に用事があるらしくて。そう、それは残念だったわね。イリアさんも個人練習をやりたいってさイリアさんだから。でも後で差し入れを持っていこうね。こんなに賑やかなのもたまにはいいですね。やれやれ、言っておくが大したもんは出せねえぞそこまで期待していないけど、せっかくだから日頃どんな食事をして。頼むからやめてくれライドさん？いや、改めてどこにでもあるような日々だけど。ロイド、きっとこれが私たちが掴みたかったものなんでしょう。ええ、困難尽くしの2年間でしたけど、頑張ってきてよかったです。ああ、心からそう思うぜ。守っていかねえとな。さい、はい、全身全霊で。みんな上が、午後も頑張れるように。Thank you.
思えば長い冬の2年前の帝国への帰属、いえ70大国の思惑に翻弄され続けた。さらには傷は要因時としてそれですが、一人一人クロスベルに生きるこの再読、この調印式が女神エイドス議長、その調印待っていただこう。ん？この声はまさか。おいおい、こいつは何の冗談だ。ルーファス、元総督。ご機嫌麗しゅう、親愛なるクロスベル市民諸君。僭越ながら式典への出席のため再びこの地に参上つかまつった。まさかこんなことを。止めるぞみんな。この連動は。どきやがれてめえら。ちょっと厄介だね。邪魔をするな。皆さん、ルーファス卿、あなたはその独立宣言書に異議を申し立てさせていただきます。こたびの独立はこれからの大陸にとってあまりに重要な意味を持つはず。今さら報告から与えられる自治州の名に何の価値がありましょう。何を。ゆえに、よりふさわしい独立の形を提案させていただきたい。及ばずながらこの地を統括してきた元総督ルーファス・アルバレアとして。ふざけるな。ルーファス・アルバレア、どうしてあんたがここにいる。帝国で統治されていたはずじゃ。それにその黒い衛士隊は一体君たちも久しぶりだな、特務支援課の諸君。私はただ子供たちとしてのやり残しを片付けに来ただけさ。オズボーン最小閣下の意思を継ぎ、今度こそ待望を果たすためにね。鉄血最小の意思。この後に及んで何を抜かしやがる。久しぶりだな、特務支援課。1ヶ月前の借りを返させてもらうぞ。まさかクロスベルを占領していた部隊。そんな、どうして。クソが。結局あんたたちには何一つ届いていなかったということか。いいさ、だったら何度だって乗り越えてやる。衛士隊、そしてルーファス・アルバリア、テロの現行犯であんたたちを再逮捕する。クロスベルを思い通りにはさせない、絶対に。行くがいい、黒の英士たち。ジーク、ヒューラー、我らが主に栄光あれ。上げていこうぜ。ラウドウォリアー、こいつはどうだい。クリムゾン・ゲイル。よし、
て。私の番です。デミガンマ起動。セリントゼロ。Thank you.
今だ。もらった。私の番ね。行くわよ。食らいなさい。カッ。今よ。そこだ。強い。バカな、1ヶ月前と比べ物にならねえぞ。貴様らごときに今の我々が倒せるものか。我ら黒の衛士、守るべき主と大義を得たならば。あのオーラは黄昏の呪いに似た何か。嘘だろ、支援家が苦戦してるのか。ライド、みんな負けないで、みんな。そうよ、諦めないで。頑張ってくれ支援家。ああ、こんなところで手放してたまるかよ。やっとの思いで掴みかけている私たちの自由、市民たちのためにも阻まれるわけにはいきません。ああ、守ってみせる。俺たちが絶対に。皆さん、すまない、遅くなった。全力で助け立ちします。ノエル、ワジ、リージャ、ああよろしく頼む。無駄なあがきを。俺たちがか。何がおかしい。いや、実に哀れで滑稽だ。そんなものにそそのかされ惑わされてきた民たちも、君たち自身もね。ならばこの私が手ずから払うとしよう。長らくこの地にはびこり続けた病、クロスベルの歪みの象徴たる支援家という幻想を。わけのわからねえことを。行くぞ、迎撃を開始する。教えてあげよう、全ては幻想だと。かしづけ、マジェスティックレイン。私の番ね。アークス駆動。私の番です。ドライブ開始。よし、燃やがれ。追うよ。レイ、ありがとう。消えそう。
助かりました。はい、えい、行くぜ。特化します、アサルトガーディアン。俺の番だな。これで決める。ターン。助かりました。さて、行く。聖なる剣よ、くらえ。返しだ。頑張って。ありがとう。どうだ。そろそろ終わりにしようか。行くぞ。今だ。もらった。助かりました。任せて。ここまでとは。7人でも叶わないなんて。お姉ちゃん。まずい。そんなライド、みんな。嘘だろ。シエカが負けるなんて。まだだ。クロスベルはようやくここまでたどり着いたんだ。絶対に負けられない。再独立は俺たちが絶対に。ロイドさん。ロイド。君は間違いなく英雄だよ。だがもはやクロスベルには必要ない。舞台から降りたまえ。安心あれ、クロスベルの諸君。もはやこの地に支援課も警察も警備隊すらも必要ない。これからは黒の英士と彼らがクロスベルを守る剣となろう。逮捕された元大統領？あれって確か
昔いたマフィアの。王子様、本当に王子様なんですか？ガルシアのおっさんまでどうなってやがる。はっ、久しぶりだな小僧ども。久しぶりのクロスベル、私も実験を始めさせてもらうよ。クロスベルの民たちよ、先の大戦以来、未だ世界は混迷極まる状況にある。大陸に生きる我々は、今こそ手を取り合わなければ。国境を越えて、唯一無二の統一国家として。大国の思惑によって多くの苦難に見舞われ、そして乗り越えたクロスベルこそ、始まりの地にふさわしい。諸君の賛同が得られるならば、私は新たにクロスベル総統を名乗り、全身全霊をもってこの地を導かせてもらおう。統一国家、クロスベルがその中心に。そうだ、自治州に戻れたって。どうせいつかまた。だったら元総督の言う通りにした方がいいんじゃないのか。ああ、元大統領も手伝うなら、もしかして本当に。バカな、何を言っている。目を覚ましなさい。ジーク、ルーファス、クロスベルに栄光あれ。聡明なるクロスベルの民たちに感謝を。なれば今こそことほがせていただこう。クロスベル統一国、大陸統一の第一歩を踏み出す記念すべき独立の日を。